ガゼタッチ、伊豆崎ひろみの iPad 仕事術。はいどうも。うもさあ今日は早速なんですけれども、<い>まああの iPad でね、いろいろまあ例えばテキストを書いたりとか、うん、PDF 作ったりっていう話もいろいろしてきましたけれども、うん、チラシを作る。またね。<と> <laughs> そうまた違う。 アプローチです,、ね、なんですよチラシを作ることができる専門のアプリが実はあるんですよ。うん、で、まあ、中にはね例えばアドビのソフトであったりとか、うん、あとまあデザイナー向けのすごくこう詳しいアプリもあるんですけど、うんうん、例えば何かちょっとこう文化祭とかで必要なポップを作りたいとか。うんうん あとまあ個人でお店をやってる人がちょっとこうメニュー表を出したいとかそれこそコミケとかフリマとかでお買い得品とかのねポップを出したいっていうでそういう人のために作れる専用のアプリがありますそれがポップキットというものです今日はポップキットの話をしていきたいと思いますポップキット P-O-P-K-I-T でポップキットですでまあちょっと画像を見ていただくと分かるんですけどこんな感じでね 本当にチラシを作るという、うん、本当にポップを作るために特化したアプリですよ。うん、でまあ自分でいろいろ画像をこう拾い集めてきて作るのでもいいんですけど、うん、結構大変じゃないそのイラスト屋さんから画像を持ってくるの、うんまあ、そうね <laughs>、はい、大変じゃないですか。<laughs> うん、というところでじゃあこのポップキットのアプリ見ていこうと思います。はい,おい でですね、うん、このポップキットは使い方としてはこの今トップページに出ているテンプレートをダウンロードしてそのテンプレートから作ることができます、うん、で無料のテンプレートと有料のテンプレートがあるんですけれども今日は無料のテンプレート1個ダウンロードしてあるので、うん、その中からポップを作ってみたいと思いますい右側に書いてある「スタートポップを作る」っていうところからテンプレートから作る、はい、これ自体がポップだね何かね、うん ってやるとこの基本のね今ポップセットボリューム2っていうのを出してるんですよ、うん、楽しそうでしょ、うん、でこ<れ>まあこれねドーンってやると <laughs> もうこういうもうなんかほぼ出来上がってるねそうほぼ出来上がってるじゃないですか、うん、でこれはねまあ、今 SNS で話題ってなりますけど一回ポンって叩くとこう枠がついてきますんで、うん、これを指でピンチインピンチアウトしてサイズを大きくしたり<ー>ちっちゃくしたりできると これはこの上に乗っているこの男の子かな映像とかま画像とかも全部自分で場所を動かせる小小のねはい、うん、できます、うん、で左のフレーム細いところがねメニューバーなんですよ、うん、でここから、えー、アイテムというのを選ぶとこんな感じで売れてますとか新発売とか<ー><で> <laughs> すごいね買うなら今<ー> <laughs> もう商商品品見えななはんだと思うよ、ね、でもさこういうの欲しいじゃん、ね、いやいやなんか分かりやすいの欲しいよねう買うなら今,今ドンみたいなね、うん、でちょっとモリモリな感じでじゃあ作っていきましょうか、うん、SNS で話題はもういらないなと思ったらここには削除っていうことになると消える SNS で話題じゃなくなっちゃった、ね、話題じゃなくなくっっちゃった <laughs>、うん、とか、まあ、なんかこんな感じでね売れて。 あ売れてますでここにまあこれはハマるのこれが何なのかっていうところで入れる場合は <laughs> このこに左に「文字」というところがありますので、はい、この文字で入れていきます。うん、例えばガジェタッチうん 万寿。はい、<laughs> ついに発売ですか？外字たち万寿。<ー>でこれ決定するとお文字が入るね。<や>お<ー>でもちょっとこれだと周りとバランスが悪いので、これもう一回長押しすると、うん、えー、フォントとか大きさとかを変えられます。うんうん、で、えー、例えば万寿、ね、っぽいフォントがいいね。 風タッチマンジュっぽいフォントとは何か。分 <laughs>、ね、ここに手書きの筆とかあるんですけど、<ー>えっと、うん、フリーフォントが結構入ってるので、あんまりねあのマンジとかの感じ <laughs> 出てこないのもあるんですよ。マンジュはちょっと難しいもんね。そうそうそう、うん、はい。

う<ー> <laughs> 買うなら今かね。<laughs> 今じゃないと思うな、俺今じゃないと思うな。<laughs> うん、はい、<ー>こんな感じでね。うん、作って、うん、まあちょっと。 バランスがあるんですけどまあこんな感じでできますと斜めにしたりとかもできますこの色のセンスどうよこれせっかく周りが良かったのにちょっとがっかりがあるよねここはちょっとじゃあ赤に揃えましょうかガジェタッチまんじゅうガジェタッチまんじゅうですよガジェタッチまんじゅうってなんだろうね多分 G って書いてあるまんじゅだと思うであとね えー、今ここはフォント入れたんですけど実は手書きもできます。うん、で、えー、と文字の下に手書きというのがありますのでこれをやると、うん、例えばここにねはいあお金だ100円あまあまあ、まあ、まあ普通のワンだね <laughs> 100円だよね。ね<あ>ことができます。うん、もちろんあのカラーも選んだりできるんですけど、うん、まあこれで保存でしますと、まあ、これでもう画像が<ー>ここに、ね。<laughs> 立ちま あれだね。うん、めちゃくちゃ売れてるんだ。めちゃくちゃ売れてます。めちゃくちゃ売れてます。その他のものが一個も売れてないけど、これは一個売れてるかもしれないけど。できます。で、えっと、これは画像を保存して、例えば、S. N. S. に投稿したりとか。ウェブサイトに使うこともできます。で、一方、はい、この一番下に印刷というのがありまして。この印刷でやると、お手持ちのプリンターで印刷する。ああ。まあ、エアプリントでね、ここからダイレクトに出す。お店とかだったら、もう自分の。 お店にあるプリンターで、はい、ってことだね。で、これ画像とかデータに詳しい人は、うん、え、これどのサイズなの。縮尺はとか、エク、ね、セルはる、ね、とか思うかもしれませんが。うん、えー、基本的には簡単にチラシを作れるということで、A4 サイズにまあ、合うような形になってます。うんうん、で、今すぐプリント注文するっていうふうにすると、このポップを印刷して届けてくれるサービスがあるんですね。うんうん、で、これをタップすると。で、このウェルカムポップキットトゥープリントというのが出てきますので、これを次へ押す。うんうん そうすするとですね、このサイズに合わせて価格がおー結構じゃゃあでっっかかいいののちちまででやっててくくれるんだね。出てくるわけですよ。<ー>まあえっ、ー、と A4 サイズがだいたいよく皆さんが手に取るチラシのサイズで、うん、えー、まあみんなのイメージで言うと B5 サイズってノートのサイズうん、うん、それを2つ見開きにすると B4 サイズとかね、うん、ありますのでどのぐらいのチラシの大きさにするのかっていうのを決められるんですけど、うん、このね 注目すべきはこの A2 サイズが1枚目は2640円から3625円でまあするねはいなんですけど2枚目以降の値段がすごい安い本当だはいじゃ A2 選んでみましょうはいで A2 のサイズをまあ1枚で選ぶんですけど A2 だから A2 だからわかんないね今ね A2A2 かなまあ A2 にしましょうで A2 サイズですねでえっと用紙のサイズね A0 ってだいたいポストぐらいの大きさなんだって。ポスト。そう、赤いポスト。赤いポストあでっかいねじゃそれを半分にすると A1。A1。じゃそれをさらにポストを四分の一にすると A2 のサイズになります。おお、ピンとくるかな。で、えっとまずね数量をこ二にするよね。で紙の種類っていうのが出てくるんですけど、紙の種類のところにはつやありつやなし、対数紙とあります。ほう。でまあつなしはいえるマットな。 ちょっとまあざらっとした表面になってつやありは光沢でキラキラする感じに見えるんですけど耐水紙でね例えばこう結露が起きそうな冷蔵庫の近くとかそういうところに入れますよみたいなのは耐水紙とかにしてみましょうでさらにこれを次へとやるとはいこんな感じでねプレビューが出ますおおガジタッチまんじゃうこれをはまる これはハマるんだ、ね。<laughs> <laughs> こんなでっかいの作っちゃっていいのかね。でこれをまあ、カートに入れるという形で、うん、えっと、注文をしていきます。うん、で、ここまでできて、購入の手続きへというふうにすると、決済のページに行きますので、うんうん、まあ、ここまでは無料で作ることができます。うん ちなみにですね、画像を入れることもできます。で、えっと、背景というところから、まんじゅうの画像出てくるまんじゅうはない。作ってないから。ないか。背景から、この右上の写真のマークを選ぶとですね、カメラロールから自分の撮影した写真を読み込むことができます。はい。じゃあ、カメラロールから、なぜか画像をですね、入れるとライブラリに入る。ちょっと待って、これは。 これ,はこれはダメじゃないかなこのこの背景でこれはハマるかすごいぴったりになってるけど今<う>ゆずきさんがすごいちゃんと喋ってるけうみたいに私喋ってる感じになってるね100円みたいなまあこういう感じで画像が入れられるわけ <laughs> な,かなかひどいポップにな,った、ね、なかなかひどいポップっなるような感じっていう感じで画像入れることができます。うん 本当はまんじゅうがよかったね本当とまんじゅうがよかったよねで今ちょっと背景これにしたんですけど背景を例えば元のやつに戻すとしてこれとかねああいろいろほかに戻しますで背景じゃなくてアイテムとして自分の写真も入からこの右上の写真アイコンでカメラを起動でこれねあんまり周りの枠がないように撮影した方がいいです。そう 理由は後で。いはい。いこんな感じで iPhone。リーフのね。リーフ。オーケースつけてます、はい。確定しました。で、えっ、ー、と、これなんですけど、まず一回全選択で全体を、まあ、取り込みます。うん、で、えー、範囲修正というところで、取り込みたい部分は赤い色、いらない部分は白になるように画像加工してください。でこれで言うと、この白くなってるところは、 もういらないところ。あ、切れるところね、これはなくなっちゃうところね。なくなっちゃうところです。はい、カット、カット。今、あのアイフォンケースのところだけを。赤でざっくり。うん、うん、うん。色塗ってるような感じになります。で、あの、なるべく余白のないように撮影をと言ったのは、まあ、これが面倒くさいのでね。あ、なるほどね。もう、もうちょっと本当に寄ってもいいぐらいな感じだね。はい。はい。こんな感じで、どうですか。お、いいんじゃないですか。はい。まあ、まあ。どん。ほい。で、やると、画像がライブラリに追加されましたと言われますので、ライブラリを見ると。

ここがねおまだったらなおよかったと、うん、なおよかったっていうことなんですけど <laughs>、うん、まあこんな形でポップを作ることができるというのが、うん、このポップキットの魅力です。<お>でねこれね結構ね老舗のアプリなんですけど割と専門的なものなのでなかなか皆さん使うチャンスがないかもしれないんですよ。<laughs> そでそうなんだけど、うん、でもあの本当にねちょっと気軽に作れるし、うん、ちょっとしたものに時間をかけるよりは もうすでにあるテンプレートでやりたいじゃプレゼンでちょっとさこういうのをさちょっとぶち込んでも面白いんじゃないこういうのねでこれちょっと家庭値ですけどよく見るやつ広告の品広告の品商品の説明これあれでキャベツ100円そうそうそういうやつでしょこういうなんかさここにまあ文字を入れていくことによってここうそうそう いや、いいじゃん。ちょっと失礼だね。なんかね。コピーコピー何するコピーキャッチコピーなんかある俺にキャッチコピーなんキャッチコピー何するもううん。今が旬。もう旬来ちゃったが。今が旬。取れたてみたいな。あ取れたて。はい。ご家族でどうぞ。みたいな。おう。はい。 感じて、大幅値下げだけどな。リンクバン大幅値下げだ。はい。三百円くらい安くない。え俺すごい安くな。い。買うなら今だよね。確かに。買うなら今だよ。三百円だったらまあどうですか。編集もできるし、喋りもできますから。 300円じゃ動かないよ俺さすがに <laughs> まあこんな感じでねコク<ー>の品作るだからそれこそさ、うん、なんかちょっとこうギャグ画像みたいなそうねいやこれはそうね <laughs> ちょっと。 いろいろ使い方あるよちゃんと普通にさ、はい、これはスーパーで使ってもいいと思うん,、ね、んですよ。でこういうところで何かこうね訴求することによって本当にね人の動きとかあ<ー>あの買い物のねルートとかって変わりますのでこれを使ってみるといいんじゃないかと。円かつねテンプレート本当に何かあのいろんな種類があるので事件<ー>ですみたいな。 ポイントこれはでもさ、使い勝手がいいよねそうなんですよへえ<ー>、うん、こういうのなんだね本当にポップだけじゃなくてなんかポップだけじゃなくてできる、うんうん、でトップページに戻るとですねこのテンプレートを、うん、まああの無料と有料のものがあってそれをダウンロードして使うことができるんですけどうん、うん、例えばお名前シールセット その入園とか入学準備に名前全部貼らなきゃいけないじゃない、うん、で、えー、と名前を入力してコピーしてそれを印刷すればシールが作れたりとか、うん、あとどの業種でも使える基本のセットとか価格とか数字セットっていうのがいろいろすごいラインナップがめちゃくちゃいっぱいんだね。 なるほどね。おお、はい、こんなにいっぱいあるんだね。でね、あの現金の募金箱セットとかもあったりとか、うん、はい、携帯ショップセットもありますよ。ドラッグストアとか。これ本当すごいね。これ無料なんだね。ここの全部ここのタブにあるのは無料だ。できるんです。うん、はい。 でこちらが有料のポップなんですけど例えば、はい、レジ袋有料化対策ポップセットとかあ最近ねそ<う>有料化に進んでますから、ね、で結構ね、うん、その時期に合わせたものとかあとそのニュースとか、うん、本当にスーパーだったりお店やってる人が対応しなきゃいけないものに割と即対応してくれるんですよこのアプリってでもこれでさ、まあ、250円ぐらい、うん、そうだったらさまあね本当にちっちゃい お店とかだっっったたらねね作っちゃった方が早いもん本、ね、当なんか何々画像フリーとかってやるのって疲れるじゃない、うん、本当にそれが使っていいのかどうかとか確認しながらやるの大変なので、うん、もうぜひねちょっといこのご紹介したポップキットなんですが収録後日今飲食店のテイクアウトを応援するということでテイクアウトのポップセットが4月9日から提供されています。 テイクアウトのポップセットを使うと、テイクアウト始めましたというチラシを簡単に作れたり、自分のお店の写真を入れることによって訴求することができます。お店をやっている方、まあ、飲食店の方、今この外出自粛でいろいろとね、皆さん外食ができない状況になっていますので、ぜひこのテイクアウトのポップキット、飲食店の皆さんにもお勧めしてあげてください。 まあね、どうしてもちょっとなんかデザインを作るって、うん、難しく考えがちなんですけれどもいや普通だったらちょっとあんなのを作るのがさ結構ハードル高いよねそうでもなんかの印刷のね業者さんに、うん、まあゼロから頼まなきゃいけないかなっていうふうに思ったりもして、うん、もちろんねクオリティのにものを作りたいとか、うん、オリジナルのものを作りたい時はそれでいいと思うんですけど、うん、本当に手軽にパッと作って印刷したいという時はポップキットおすすめですおすすめだねこれ本当にいいと思いますよ、うん、なんかジェタッチチのチラシ作って こここにに貼貼るるんだねんチャンネル登録お願いしますあそういうのじゃあちょっとかれるかもしちょっとそれで作ったチラシ画像を一緒にまとめてねなんか<お>投稿しておきましょうか。 マジで?。マジでそれなんかやるの俺でしょ今ここで簡単に、リンクマンに簡単に作ってもす。いや、センスないか、マジちょっと、じゃ、じゃ、ちょっと、それもね、含めて。というわけで、じゃ、今回は、ポップキットと。ポップキットご紹介しました。いや、また、え、あ、そうだ、これちゃんと言っとかなきゃいけない。そう、あの、チャンネル登録をです。是非ともお願い。します言い忘れるんですよ。で、さらにですね、あの、気に入っていただけた方、高評価。